どうもー、洋次郎でーす。はい、今日ちょっとすみません、デコ出しばっかなんですよ。ちょっとご了承くださいっていう感じで、ちょっと昨日のことについてお話しようかなと思います。はい。で、昨日がね、ナッチが、72次マルチ&ショールームを行ったんですけども、で、僕は昨日、22時から、なんだろう、マルチやりながら生配信しますみたいな感じで、やろうと思ったんですけども、僕は、72次マルチだけだと思ったんですよ。で、そういうのもやんないんだなって思ってて、だから、生配信、つうか、マルチ待ちながら、なんか普段というか、皆さんとね、コメント欄でお話できたらな、みたいな感じのことをしようと思ってたし、で、昨日が、8時から、サリーの配信もあったんで、昨日多分動画出してもそこまで皆さんに見てもらえないかなと思って、で、生配信やろう、みたいな感じでなったんですけども、まさかショールームをやると。そもそもね、昨日ちょっと始めて、で、あれあれ、サムネが変えられねえぞ、みたいなことやってたら、なんかね、ショールームから通知して、武田愛菜がショールームが始めました、みたいな感じで、ええー、みたいな感じで、で、ごめんなさいって切っちゃったんですけども、はい。っていう感じです。はい。まさか、ね、ショールームをやるとは思わなかったです。はい。さっきも確認したんですけど、マルチやりますよ、だけ。のツイートだけで、ショールームに関してのツイートはなかったんで、で、前日、萌ちゃんマルチやってたけども、ショールームはやってなかったんで、そのパターンかなと思ったら、ショールームやんの?と思って、はい、そういう感じ、昨日生配信を切ってしまいました。ごめんなさい。はい。で、昨日、僕、洋次郎、マルチできました。ありがとうございます。はい。ナッチと、おそらくラストマルチじゃ、ラストマルチできました。はい。僕1個だけ余ったんですよ。マルチの件。で、7音がね、22日で、サービスが終了するということでね、はい、それまでに、ね、使い切りたいなと思ってたんですけど、もう最近はね、もう優先権の方が、もう、優先権の方に勝てないんで、ああ、このままダメなのかなと思って、だから昨日生配信やろうと思ったんですよ。どうせマッチングしねえだろうなと思ったし、マッチングしたら、著作権とかいろいろ引っかかる。だけど、マッチングしねえから大丈夫だろうと思ったら、よかったですね。配信してたら方が良かったのかな、どうなのかなと思うんですけども、はい。でですね、びっくりしましたね。はい。なんかその前の、組の方がちょっと落ちちゃったのかな、落ちちゃって、なんか運よく自分が入れたみたいな感じだと思うんですけども、それでもね、はい、最後ね、ナッチに名前呼んでもらいました、洋次郎さんって。はい。で、洋次郎さんって呼んだら、ショールームの方のコメント欄で、洋次郎さんわらわらみたいな感じのコメントをしてくれる方もいて、あれ、ちょっと嬉しかったですね。はい。あ、ちょっと知られてんだわな、俺、と思って、ちょっと嬉しくなっちゃいましたね。はい。っていう感じです。はい。もしかしたら、生配信はどうかな。なんかサムネの変え方がわからないんだよな。わからないから、やるかわからないですけども、ちょっとまたね、そこら辺確認してね、またやりたいと思います。はい。とにかくね、なんか、昨日は嬉しかったです。はい。ナッチとマルチができて、はい。で、もう、これで僕は、ね、マルチの件も消費できたんで、7音に思い残すことは何もありません。ね、7音、本当にありがとうございました。っていう感じで、今日の動画締めたいと思います。それではね、チャンネル登録だったり、高評価、バットボタンでもいい何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですし、あとはね、コメントもよろしくお願いいたします。